はい、そうですね、前世がゴキブリだったら、まあ、悲しいですね。叩かれて終わりですからね。もう嫌われっぱなしの人生で叩かれて死んじゃいましたみたいなことになりますけども、人間の場合は人間にしか生まれ変わりませんので、虫だったりゴキブリだったりっていうことは、ありませんので、悲しくないですかと言われると、そういうことはありませんので悲しくはないです。